行文46の第2項、今回は高昼食括弧前置軸というところをやっていきます。前回は高昼食を一通り概観してもらった形なんですけども、今回は前置軸、前置詞で始まる塊が高昼食なるパターンを練習してもらっています。 A girl with long hair、 長い髪の少女。前回と同じで、少女という日本語では後ろに来ているものが英語では先頭に来ています。日本語のこの前に来ている長い髪のっていう修飾語、これが英語では後ろに来ています。いいですか。で、この修飾語の部分、英語の修飾語の部分の先頭に前置詞が来るパターンっていうのを今回は学習します。いいですか。A girl with long hair、 長い髪の少女、長い髪の少女、しつこいですけど英語では修飾語が後ろに来ます。いいですか。日本語では修飾語が前、英語ではその部分が後ろに来ますという、そんなテーマです。今回のテーマと関連するのは、入門ドリルの方は16項と17項、基礎10代ドリルの方は11項が該当する、項になっていますので、合わせて学習してもらえればと思います。以上、薄い髪のおじさんからでした。